考察のチェスゲームは山田正樹による日本の小説。この作品で描かれるのは日本全土をゲームボードにしたチェスゲームである。自衛隊の最新映像回帰をめぐり、二人の戦略専門家による知力を尽くした頭脳戦が展開され、一方でヤクザに追われる若い男女や自衛隊内部の敵対勢力の存在、天候などの不確定要素によって刻々と状況が、 変化していき、最終的には、北海道から沖縄まで、日本を縦断する鬼ごっことなるのである。作者の山田正輝が二十六歳の時に執筆した、もので、当時は、SF 小説や作家に対して批評家のバッシングが、集中していた時期だった。冒札のチェスゲームは、リアリティよりもスピード感や誇張された、キャラクターなどを描いた、それまで誰も描かなかったタイプの作品で、 このようなものをお世に出せば、貧種を買うことは予想できたが、作者がまだ若かったこともあり、それでも構わないし何を言われても気にしないという心境だったという。また、山田自身は、アメリカの作家、リチャード・ユネキスのカーチェイス小説、追跡、チェイスが元になっているという。198年、各国が核兵器を保有する、冷戦時代、米、 ソチューサン大国の対立により生じた緊張状態の中で日本はこれまでになく重大な選択を迫られていた。アメリカのアジア撤退を受け日米安保条約を維持するのか条約を破棄して日ソ安保条約または日中安保条約を締結するのかその選択は日本の将来を左右するだけでなく世界の均衡も大きく崩すことになる。 この極めて微妙な局面を乗り切るために生まれたのが新戦略専門家であった。外交をも戦略の一種とみなすべきこの時期に政治家でも軍人でもない間に優れた数学者である新戦略専門家が必要とされたのだ。しかし元来排他的な自衛隊という組織において彼らの存在を疎ましいと思う者たちもいた。自衛隊幹部たちによって結成された。 マナサクラエダ。軍事産業としての地位を独占するサムスン重工と利権によって密接に結びついた彼らは新戦略専門家たちを蹴落とす機会を腰淡々と狙っていた。新戦略専門家にとっても軍事企業は全て同等の手駒であり効率ではなく利権によって一つの企業を優遇するなどあってはならないことだった。よって両者の対立は当然のことであり。 その衝突は不可避であった。北海道で広域暴力団菊池組の組長菊池大蔵を狙って一人の若者が銃の引き金を引いた。これが日本全土を巻き込む第四次ヤクザ戦争の始まりとなった。菊池組に追われることになった若者川原隆は恋人の木更木由美子の故郷である沖縄へと逃れることにした。部下と共に 戦略ゲームによる戦争模擬実験のデータを集めていた新戦略専門家の宗方明一社に小形陸将補から北海道の地歳へ向かうよう指令が下された。小形と彼の属するアイサクライが動き出した。宗方はアイサクライとの戦争に備えレインジャー部隊教官の立花康を呼び寄せた。同じ頃、北海道の沖合で 自衛隊の最新式対戦唱会機 PS-8 が消息を絶った。テスト飛行をしていた PS-8 が突如レーダーから消失したのだ。しかし PS-8 が遭難したと見られる地点で爆発したのは一機のヘリコプターだった。その様子を奥尻島の新遺産から双眼鏡を使って観察していた男がいた。その男、佐伯和也は一言だけ。 作戦開始と呟いた。PS-8 が遭難したと見られる会場で発見されたのはヘリコプターの残骸だった。時を同じくして PS-8 のテストパイロットの声が録音されたテープが地と赤地に送りつけられた。その内容は PS-8 はハイジャックされ犯人は10億円の大金を要求しているというものだった。しかし、胸型は これが、時間稼ぎであり、PS-8 を奪った犯人は危険は大きくても、勝率の高い手段を選んだのだと直感し、この事件の背後に自分と同じ新戦略専門家、藤野周一の存在を感じ取っていた。そんな折、愛桜井から胸方に差し向けられた資格を立花が捉えた。p s 八の盗難は、真桜井にとって非常に不都合な事態であり、 新戦略専門家の介入を恐れて、殺し屋に宗方を始末させようとした。そう考えた宗方は、この事件に全面的に介入することを決断する。一仕事を置いて、ススキノのバーで一休みしていた佐伯は、高志と由美子の行方を探す役座を叩きのめした。彼にとってはほんの気まぐれだったが、そのバーにいた中年男の存在だけが気にかかった。 これが佐伯と立花二人の戦士の枠らばだった。胸方は消えた PS-8 の行方を探るため、北海道に招集した部下達と共にブレーンストーミングを開始する。しかし、実動要因と見られていた佐伯がいまだ札幌にいると知り、議論の前提を崩された新戦略専門家たちのブレーンストーミングは膠着状態に陥った。それを 立花の何気ない一言が打ち破った。新幹線だ、国鉄のストライキを利用し、新幹線の線路を使って、北海道から PS-8 を運び出す作戦だと気づく胸型。しかし、その時すでに PS-8 を積んだディーゼル機関車は、札幌を出発していた PS-8 を運搬するディーゼル機関車が、本州に到達し、作戦は成功したはずだったが、 藤野はどうしても勝利を確信することができずにいた。そんな時にもたらされた季節外れの豪雪のニュース。完璧だったはずの藤野の作戦は瓦解した。吹雪で道路が封鎖されれば PS-8 の運搬経路は限定されてしまうのだ。新戦略専門家たちを格乱するため、藤野はトレーラートラックを走らせ、彼らの目を引きつけるためのおとりになるよう、再起に命じた。 ヘリコプターに登場して、ディーゼル機関車を捜索していた立花に、雪道を爆心するトレーラーを発見し破壊する、指令が下された。山中で繰り広げられた、死闘の末、立花はヘリを撃墜されながらも、トレーラートラックの破壊に成功する。その頃、宗方は、部下のオーサーと共に、新幹線の線路を走っていた2台のディーゼル機関車の、うちの1台を、新潟駅で停止させ、 その積み荷が PS-8 ではないことを確認した。PS-8 は東京に向かったもう一台のディーゼル機関車によって運ばれている。次の手を打とうとした宗方の前に更新を傍受していた真名桜への手の者が現れた。大沢を射殺し、宗方を拉致した彼らは自白剤を打ち PS、PS-8 の行方を宗方から聞き出そうとする。しかし、 宗型は過酷な拷問に耐え抜いて、反撃に出て、絶体絶命の窮地からの生還に成功した。一方、小形はディーゼル機関車を打破すべく、東京駅に部隊を配置していた。しかし、ディーゼルに無断で乗り込んでいた高志と弓子により、機関車に乗り移った隊員は車外に落とされ、また、宗型の策略によりディーゼルは東京駅に止まらず再度発進する。 PS-8 を積んだディーゼル機関車はさらに難化していった。ハニ・ショジの取締役、重森達之助は激しく焦燥していた。PS-8 を手に入れ、サムスン重工に代わって、ハニ・ショジを日本最大の軍事産業の位置に据える計画が、頓挫したのだ。しかし、富士野は PS-8 が外国に運び去られたという状況を設定すれば良いと提案する。 最新兵器の機密が流出したのならば、防衛庁は機種変更を余儀なくされる。その隙に乗じて、ハニ・ショウジが軍事産業に食い込めばよいのだ。藤野はその国を北朝鮮に設定し、ディーゼル機関車を少なくとも下関まで走らせることにした。そんな時、最近からトレーラートラックを破壊されたという連絡が入った。計画を修正した藤野は、 最近に新大阪駅に赴くよう命じた。新戦略専門家たちは、クーデター鎮圧部隊を出動させた。新幹線のすべての駅に通じるトレーラートラック走行可能な道路を部隊が押さえ、さらに情報操作によりす途中の新幹線鉄路を利用した各装備反対のデモ行進が起きているという噂を流して、震度を限定し、ディーゼル機関車を 下関駅に追い詰める作戦だった。新大阪駅に到着した佐伯は、藤野からの指示により、PS-8 を運搬する車両にある仕掛けをしていた。しかし、そこで佐伯は車両に隠れていた高志と弓子を発見する。気まぐれを起こした佐伯は、二人を沖縄へ向かうための船に同乗させることにした。PS-8 奪還の失敗、部下に拉致させた。 小型の生還、窮地に立たされた小型は、宗方の妻、清美との常時に身を委ねていた。そこへ、刑務隊の人間が現れる。小型は、自分が罠に落ちたことを知った。宗方は、小型と清美の関係を知った上で、そのスキャンダルを最大に生かせる機会を待っていたのだ。数々の失態の上、部下の妻との不倫関係まで発覚した今、小型は、再起不能に陥ったのだ。 新戦略専門家たちのもとに、下関駅で停車させたディーゼルが積んでいたのは PS-8 ではなかったという連絡が入った。宗方は PS-8 を途中の駅で降ろし、船に乗せて運搬したのだと気づいたが、後の祭りだった。PS-8 を見失った以上、ゲームの勝ちは望めない。しかし、負けを回避することは、まだ可能だった。宗方は、 最後の一手を打つことにした。淀川を降り、大阪港に停泊していた貨物船に PS-8 を積み替え、そのまま那覇港まで送り届けた佐伯は、は、高志と由美子が、宮古島行きの飛行機に乗るのを見送った。戦いの日々が終わり、巨奪していた佐伯の前に、すすきののバーで会った男が現れた。その男、立花が、東北の山中で戦った男だと気づき、 一触即発の空気が流れたその時、テレビのニュースが二人の耳に入った。遭難した PS-8 が核武装をしており、機体が放射能を汚染されている危険があるという内容だった。新戦略専門家が流した巨砲だったが、その意図を察した佐伯は、ハニ・ショウジの沖縄支社のビルに飛び込み、貨物船の船員が放射能障害を恐れて PS-8 を海に、 投棄したことを知る。都群島の近くに投棄されたという PS-8 を引き上げるべく船に乗る佐伯。しかし、その船には佐伯を尾行してきた立花が同乗していた。PS-8 の剣から手を引いた立花が佐伯と再会したのは偶然だったが、立花は佐伯と戦うことは運命的なものであると感じ、どこまでも佐伯を追跡することにしたのだ。 目的地である稲穂美島に到着した高志と由美子は、菊池大蔵の送り込んだヤクザたちに追われていた。しかし、追い詰められた二人の前に、PS-8 をサルベージする拠点として、稲穂美島を選んだ佐伯が現れた。ヤクザからの銃撃を受け、無意識に反撃を開始した佐伯佐伯の後を追ってきた立花も援護射撃を行う。しかし、 腕前に格段の差があるとはいえ、ヤクザの数が多すぎた。佐柄は被弾し、立花も一瞬の隙を突かれて背中を刺される。ヤクザが全滅した時、二人の戦士たちもまだ息を引き取ろうとしていた。PS-8 をめぐる事件を経て、PS-8 を使用してのマナサクラへの独断先行やサムスン重工との金のやり取りが明らかとなった。 マナサクの幹部はことごとく左遷され、尾形もまた官職に回されることになった。しかし、中央に復帰するための布石もすでに打っていた尾形は、宗方への復讐を固く誓っていた。藤野の住むアパートを宗方が訪れた。今回の事件を総括した後、宗方は藤野に新戦略専門会の復帰を促す。その時、藤野と胸型がいるアパートの外に一台の車が、 止まっていた。乗っているのは企業戦略家の水谷と真名桜への人間だった。二人に恨みを抱く男たちの凶悪な目がアパートに向けられていた。菊池大蔵は参加の暴力団組長たちにより殺害された。追われる心配のなくなった高志と由美子には稲穂美島での新しい生活が待っていた。田辺節夫作画による劇が 1977年から1978年にかけてアパッチに連載された。小形や愛作雷は登場せず、胸方と藤野との対決を主軸に描かれている。他にも原作小説とは細部で異なっている箇所がある。劇画版、暴殺のチェスゲーム巻末、次なる30年に向かってより、山田正樹、オンダリク、読書会 B162、ありがとうございます。